ご覧の皆さん、こんにちは。じゃあ、こんにちは。競馬ブック TM トークでございます。今回はいよいよ週末近づいてきました第68回有馬記念の展望をお届けしたいと思います。出演者の紹介です。まず画面真ん中ですね、勝ち馬の田村学トラックマンです。はい、よろしくお願いします。続きまして今度は画面右側ですね、研究ニュースの藤原祐樹トラックマンです。研究ニュースの藤原祐樹です。よろしくお願いします。そして進行は私競馬ブック山下です。よろしくお願いいたします。今回は3人ということなんですけれども、まあ、ご存知の、ね、方もおられるかと思いますけれども、田村トラックマン、藤原トラックマン、ともにBS11 にということで、まあね、学び11にご出演ということで、はい、まあ、そのお二人に有馬記念を展望していきたいなというふうに思います。はい、で、田村学トラックマンはですね、はい、グリーンチャンネルの方もご出演ということで、はい、有馬記念、はい、まさに当日の午後のパドックを担当されるということなんで。そうなんですよ。本当にね、もう早く肩の荷を下ろしたくてしょうがないんですよ。まあぜひね、光栄なことですよ。何を間違ってこうね、人廃してしまったのか思うんですけど、監督も多いですしね、はい、責任感を持ってね、会社を背負ってしっかりとやりたいと思います。はい、まあ、というわけで、ね、当日のグリーンチャンネルもぜひご注目いただければというふうに思います。はい、でその展望に行く前にですね、動画をご覧の皆様に大切なお知らせがございます。今回ですね、この有馬記念終わった後ですね、週刊競馬ブックなんですけれども、ホープフルステークス号というのがね、普通なら紙の冊子で出すんですけれども、これがですね、発売をいたしません。で、紙の冊子はないんですけれども、無料でね、電子書籍の方を日曜の夜8時に無料配信いたしますので、ぜひこちらをね、ご確認いただいて、当日のね、有馬記念の結果であったり、また次のホープフルステークスですね、ホープフルステークスの、検討文、展望をですね、していただきたいなというふうに思うんですけれども、ただどうしてもね、紙の方が欲しいという方もいらっしゃるかと思いますので、今ねこちらに紙にあるんですけれども、まあ、これちょっとタイトルというか朝日杯になってますけれども、こういったまさに週刊誌のですね、 G1 のページが競馬ブックプリント、コンビニでですね、300円で販売されますので、これも同じく日曜の夜8時に発売予定でございますので、どうしても紙の方がね必要だと言われる方はですね、コンビニの方でこちら300円でご購入いただければというふうに思います。改めまして言いますけれども、ホープフルステークス号週刊誌紙の方、冊子の方は発売がございませんで、電子書籍でご覧いただくことができます。無料です。無料で配信いただけますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。で、また有馬記念の日のですね、成績、まあ、週ですね、週の成績は、金牌号にも再掲載されることになっておりますので、こちらもご確認いただければというふうに思います。はい、でまたもう一個展望に行く前ですね、先週朝日杯を展望しまして、その結果をちょっとお話しします。勝ったのは1番人気のジャンタルマンタルでございました。まあ、デビューからね3連勝で G1 勝ちということになりましたけれども、予想はですね、私とカラシマトラックマンだったんですが、まあ、カラシマトラックマンはバンドシェルで、私はエンゲラブフェイスということで、まあ、残念でしたというお話でございます。で、気を取り直して有馬記念の予想に出させていただきたいと思います。まずはですね、いつものように競馬ブック当日版のレース単票カットですね、こちらから確認しますと、実力5部というレース単票が入っております。そしていつものようにコース紹介でございます。中山芝内回り 2500m ですけれども、スタート直後が3コーナーのカーブ、先行馬の外枠がいかにも不利と、自在性ある馬が活躍というポイントになっております。はい、でレースのお話をした時して後に予想の方を発表していきたいと思います。まず田村学トラックマンなんですけれども、本命の方が15番のスルーセブンシーズ、はい、対抗は1番のソウルオリエンス、3番手が13番のタスティエーラ、4番手が4番のタイトルホルダー、以下ですね、10番のジャスティンパレス、16番のスターツオンアース、5番のドーデュースという印でございます。対しまして、研究ニュース藤原トラックマンの本命は13番のタスティエーラ、対抗が1番のソウルオリエンス、3番手が4番のタイトルホルダー、4番手が16番のスターツオンアース、以下ですね、15番のスルーセブンシーズ、10番のジャスティンパレス、最後に8番のライラクという印をいただいております。では田村学トラックマンからなんですけれども、15番スルーセブンシーズのお話をよろしくお願いいたします。はい、昨日の枠順のね、はいはい、抽選会、まあ、15番って枠を引きましたけども、はいはいはい、まあ、この馬に関しては今回有馬記念なんでね、はい、やっぱりもう最初もうこのスルーセブンシーズを本命にするっていうのはもうイクイノックスが出ないっていう風に決まった時にはもう本命だなっていう風に自分の中で決めてたんで、はいはいはい、まあ、本命だけはね、枠順関係なくつけようと思ってました。うんうん、まあ、外戦も障害にはなるんですけども、はい、まあ、他の有力馬たちと比べても、一番状態がフレッシュな馬っていうのはこの馬だと思うんですよね。なるほど。毎年ね、有馬記念はね、まあ、天皇賞、ジャパンカップと、うん、
激しい G1 戦線戦ってきた馬よりも、やっぱり余力がある馬の方が、ね、なるほど有利だというふうに、まあ、持論というか自分ではそう思ってるんで、はい、今回一番元気なのはどの馬かなと思ったらこの馬かなと、うん、まあ、そのあたりはね本当に調教の動きにも表れてて、はい、まあ、本当は1週前はね、まあ、ウドチップコハロン64秒台っていう時に馬内でマークしたんですけども、まあ、あの段階でまあすごい動きは弾んでて元気だなと、はい、で今週直前なんで直前追い切り、まあ、そんなに早い時出さないだろうなっていうふうに、まあ、スタート向こう正面行き出すの見てたんですけど、はいはいはい、まあ、67秒から68秒ぐらいなのかなと思ったら、まあ、表示された時計が65秒台と、はい、おいおいとちょっとやりすぎなんじゃないかと思って、まあ、しかもゴール過ぎまで負荷かけてましたので、なるほど、かなり負荷のかかった追い切りをやってたんでね、うん、まあ、ただね動きは本当にね前足がよく伸びてね弾んでてかなり状態の良さそうな動き、うん、まあ、これだったらねあのレースにね変にガスを残すよりはねあそこまでしっかりやってもう本当勝ちに来た仕上げだなって感じもありますし、はい、まあ、何せこの馬あの春の宝塚記念ではイクイノックスに肉薄してと、で秋は凱旋門賞ですよね、あれまあ見てましたけども、うん、まあ、レース後の大関先生の涙のインタビューなんて見てます、うん、やっぱり陣営としては相当悔しかったと思いますけど、うん、見せ場十分の内容でしたし、まあ、あのそれでね中山は大の得意コースですし、はい、まあ、冬の枯れたちょっと力を寄せ馬場っていうのも芝っていうのもこの馬にはぴったりですし、まあ、お父さんのドリームジャーニーは5歳で本格化して、そうですね、で池添ジョッキーが乗って有馬記念と、ちょっとねあまりにも条件が揃いすぎててなるほどね、そうそう、本当ベタベタ逆に、ね、ベタベタすぎてこれ、まあ、おそらく人気になっちゃうだろうなというふうに思ってた、まあ、そういうところも考えるとね、昨日15番って枠を引いてこれで結構人気がね下がるでしょうから、はい、まあ、その辺はちょっとそういうふうにね、いい材料、まあ不利な材料ではありますけども、はいはいはい、馬券を買うにあたってはいい材料と捉えたいなと思って、うん、まあ、本命ね、初子貫徹という形にしました、はいはい、で対する藤原トラックマンはこれ×の筆頭という形になりますか。そうですね、はい、あの今田村さんからフレッシュさというフレーズが出ました、うんうんうん、実際ですね2019年のリスグラ州以降ですね、この有馬記念の勝ち馬っていうのはいずれも休み明けを秋一戦しての2戦目がこの有馬記念という、いわゆるその、まあ、天皇賞秋ジャパンカップって使ってきて3戦目有馬記念だとやっぱり余力の部分で少しこう疑問が残るといいますか、やっぱ勝ち切るにはフレッシュさっていうのは僕もすごく大切なところだと思いますんで、で今田村さんおっしゃったように凱旋門賞帰り難しいと思うんですよ、やっぱり海外遠征した帰ってきたい、それだけまあやれてるっていうことは、しかも牝馬が、うん、これはまあ状態がいいという、もう裏返しと見ていいでしょう。ただ私ね、あんまりこの馬ね、スタートの出足がそこまで速くはないところがポイントかなと思います。おそらくその、同じね8枠の馬でもスターズオンアーサー結構出足がつくようになってるんですが、この馬もしかしたら一旦下げるのかな、下げざるを得なくて並び順が悪いと外を回るロスが発生するのかなと思うんですが、そのあたり池添ジョッキーも分かってるでしょうからね、上手にでも馬込みさばいてというところ、あと展開もね、一つまあポイントになりますが、もちろんあのフレッシュさも含めてチャンスがある馬とは見ています、はい、もう逆にこの、 その出足の鈍さというか、うんうん、この枠を引いた段階時点で、うん、最初も出していかなくていいという、うんうんうん、もう本当にあの最初のコーナーまでに足使っちゃうともったいないんで、うん、だからまあかえってそういう点に出していかない馬だからこそ、この枠もまあなんとかなるって言ったらおかしいですけど、うんうん、ちっちゃい牝馬なんでね、そんな馬格がない馬なんで、ごちゃごちゃ、ね、参考なのところでするよりは、もしかしたらいい方で、でも、あの凱旋門賞が結構後ろで動けないレースだったんで、そうですね、ああいうのはもう嫌でしょうから、はい、やっぱまあどっかでは動いて外に出して動いていくと思うんですけども、まあ、点はね、そんなに今、無理せず、ただ、ほとんど、それこそ池添ジョッキー、うん、まあ、よくコースもね、レースも知ってるでしょうから、はい、有馬記念男ですから、はい、うまく乗ってくれると。信じます。はい。はい。スルーセムシーズのお話でございました。続きまして、タラムラ・マナブ・トラックマン、対抗1番のソウル・オーリンスでございます。はい。はい、いや、これはね、本当にあの、タステイエラとね、うん、まあ、ライバル関係というか、はい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 、過去参戦して、一応タステイエラが、優勢ですかね、2勝1敗って形になるんですけども、はい、あの、この馬は本当にね、とにかく、なんていうんですか、左手前の動きって言うんですか。もう左手前の伸びが、素晴らしい、まあ、コーナーを左手まで回っちゃうぐらい、多分左手前本人好きなんで、でそういうところがあるんで、まあ、タステイエラに、まあ、ダービーの時に敗れてますけど、うん、あれは、左回りですよね、うん、なんで直線は右手前と。で、菊花賞もね、ソウル
オリエンス自体はあのうまくコーナータスティエーラ閉じ込めるように曲がったんですけど、かえってそれでねタスティエーラそれでうまく乗られて真ん中ロスなく乗って、うん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 、でソウルの方はね、ロスがあるコースでさらに弾かれてっていう、 そうですね、まあ、その差もあったと思いますし、あとはやっぱり 3000m という距離で、切れ味を削がれたというところがあるんでね、この2頭に関してはもうほぼ互角の評価、はい、まあ、中山に関しては個人的にはソウルオリエンスの方が強いというふうに思ってるんですけども、まあ、それに加えて今回あの枠は絶好の枠を引きました、はい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 、で今回川田ジョッキーが初めて乗りますけども、その川田ジョッキーがまたがった追い切り、うんうん、これが素晴らしかったので、でなんて言うんですかね、まあ、あの折り合いも完璧、うん、でもう手前の変化も直線向いてすぐ素早く、もう本当に完璧、今までで一番大人びた走りというか大人の走りをしたんじゃないかと、まあ、そういうこともあったんで直線は本当ね、はい、シャープ切れました、うん、こんなに切れてるのは久しぶりだなっていう感じがしたんで、あのまあ、そのあたりがさすが川田ジョッキーっていう感じもあったのかもしれませんけどね、コンタクトとファーストコンタクトとしてはね、かなり完璧なものが取れたんじゃないかというふうなものがありますんでね、でこの枠でちょっと川田ジョッキーがどう乗る、コーナーをどう回ってくるかっていうのもね、こう馬券抜きにしてもちょっと楽しみとか見てみたいっていう感じがあるんでね、まあ、あの何さっきも言った通りあの雰囲気が抜群なんで、雰囲気とこの枠と、まあ、能力的にはね全然、まあ、本当になんていうんですかね、中山だとびっくりするような足というかね、を使う馬なんで、まあ、それを見せてくれるんじゃないかなと、はい、まあ、そうですね、人気も考えても面白い存在じゃないかなと思います、はい、ちなみにね、皐月賞の時私と田村学トラックもこの動画だったんですよ、はい、で激推しされてるのがソウルオリエンス、そうなんです、まあ、基本的に好きっていうのもあるんですけどで1枠1番はすごい不利なんですよ、そう、あの時も1枠1番だったん で、 でもむしろね、馬券的に妙味が出たから、そうそうそう、僕はそっちの方がいいですっていう話をして、まあ、見事とんでもない話で突き抜けたわけで、もうそれの再現と、うん、まあ、有馬記念ですから夢があった方がいいんだなるほどね、はい、というお話でございます。そして藤原トラックもこれ対抗ということになります。そうですね、まあ、京成杯からぶっつけと言っていいのかな、皐月賞を勝つっていうのは本当にびっくりするようなローテーションでした、うんうん、もちろんあのレースぶりもびっくりしましたし、まあ、北三ブラックサンクってこういう僕たちはね結構そのデータとかジンクスみたいなのを作りがちなんですが、それをこういとも簡単にこう、うん、破壊していくというかね、破っていくんじゃないかなというところ、ただそのデビュー当初から横山武史ジョッキーがね出戦を務めましたが、うん、精神面フィジカルとももっと成長が欲しいですねってずっと言い続けてこられてた、それでもまあ G1 取れるんですからやっぱ相当な器と、うん、で川田騎手も今回まあ共同会見でですね、いい意味でまだまだ幼くてこれから来年もっと良くなるだろうという背中をしていますというところでですよ、この、状況もそうですし、レースのパフォーマンスですから、まあ、相当のこの、まあ、来年本当に楽しみなんですけれどもね、私です、結構その、先ほど田村さんも、川田騎手どう乗るかなっていうの、私もすごく興味があります。うん、で、結構、どうも後ろからこう、思い込んで、こう、突き抜けた皐月賞のイメージが、こう、すごくこびりついているんですけど、うん、ダービーとかって結構上手に競馬してるんですよね。はいはいはい、いい位置取ってっていうことができます。ね、で、これがね、今回は最内枠で、さあ川田騎手ある程度前目につけるのかどうなのかというところで、位置を取りに行くのかダービーのより、それともそれだと足が使えないので、もうある程度今回引っ張る馬もいますんで、じっくり構えるのかっていうところで、うん、だからその個人的なところで言うと、位置取りに行ったらもしかしたら突き抜けるまではないのかなとか、貯めた方がもしかしたらその展開もピタッと来た時に突き抜けるのかなと、まあ、上手に外へ持ち出す必要が発生しますけれどもね、うん、っていうところがあるので、まあ、ここの乗り方、ただ左右弱なんで僕はねある程度前につけるんじゃないかなとかね、結構その田村さんに今おっしゃったようにコンタクト取れて折り合いもぴったりということでコントロール効いてたということですんでね、いい感触もし持ったんだったら位置取りに行くのかなとか思っていて、はい、まあ、私もその3歳馬2頭で迷ったんですが、うん、位置取りに行ったら勝ち切るまではどうかというところもあっての、あと秋3戦目になるというところで、うん、対抗にいたしました、はい、ちなみにね、僕はさっきの皐月賞の話じゃないですけど、うん、内枠から大外回ってたんで、うん、イメージとしては、うん、スルーセブンシーズと一緒に、どこから外を上がってくるイメージで2頭で、はい、うん、あんまりねそのいいとこ取って行よく競馬してほしくないなと思ってます、確かにそっちはその傾向ありますね、イメージにありますね、確かに、はいはい、そして今さっきちょっと話出ました13番タステーラが田村学トラック馬の3番手ということになります、まあ、これはねやっぱりソウルオリエンスを対抗にしている以上、まあ、同等の
能力というかね、はいはいはい、まあ互角しのぎ削ってきたわけですから、極端に出場して落とすわけにもいきませんし、はい、まあ枠順がちょっと不利なのと、うん、まああの、あとはちょっとね、タステイラーに関しては、まあタイトルホルダーが逃げるでしょうから、うん、まあ、それを好意で見ながら、うんうんうん、で勝ちに行くためにはそれを捕まえに動かなきゃいけないんで、レースとしてはね、目標になる形に一番なりやすいのがこの馬だと思いますんでね、まあ、その辺も踏まえた、3番手、まあ、だったら能力的にはね、まあ、対抗がソウルの評価なんで、まあ、黒三角ぐらいの評価は妥当だと思いますんでね、まあ、そう自然に、3番手、うん、この馬本当ね、あとはちょっとねずるい馬なんで、ほうほうほう、気を抜くと、まあ、今週の動きもそうでしたけども、うんうん、ちょっと空使ったりするところがあるんで、まあ、外人ジョッキーっていうのは合ってると思いますからね、まあ、今回も運はジョッキーなんでね、デビュー戦でしたっけ、乗ってますんで、ね、そうですね、はい、まあ、よく知ってると思いますんで、はい、そういう3番手です。なるほど。そしてクジラトラックマ、これタスティエラが本命ということになります。はい、まあ、繰り返しになるんですけれどもね、まあ、ぶっつけてその日本ダービーから菊花賞に出走しての、ここが2走目と、うん、いうところで、まあ、そのフレッシュさというところはまず合格点ですよね、うん、はい、まあ、思い切り確かにね、本当に菊花賞の時よりもなんかフレームがちょっと大きくなったような、うんうんうん、またたくましさが増したような、あの、私映像ですけれども、あ、感触受けまして、うん、はい、あの、非常にこういい仕上がりだなというふうに映りました。で、まあ、ちょっとデータ的なところで言ったら、有馬記念って3歳馬が優勢なんですよね、うん、はい、過去10年で見ましても、4勝を挙げていると、うん、特にこう前走が G1 レースで2着以内か、その前走で1、2番人気に支持されていた3歳馬に限定しますとね、4勝2着3回3着2回着外が3回ということで、うん、はい、まあ、かなり信頼度は高いというところですね、うん、はい、まあ、その、タスティエーラなんですけれど、皐月賞がまあ厳しい流れを勝ちに動いて、よく踏ん張って、逆にこの日本ダービーは、上がり勝負になりましたけれども、これに対応したっていうセンスの良さ、操縦性の高さっていうところもあります。まあ、空つく馬もありますけれどもね。あとは年長馬との力関係だけというところは、まあ、毎年そんなこと言いながら、3歳は本当にね、活躍しておりますんで、はい。私はまあ、こちらまあムーアキシもその優先以来ですね、騎乗するというところも買ってね、里のクラウン3区ね、里のクラウン自体は宝塚記念は勝ちましたけれども、有馬記念は縁がなかったということで、はい、こちらちょっとね、ソウルオリエンスは3戦目、タスティエラは2戦目ということで、その分のフレッシュさも買って、こちらを上位で本命にしました。なるほど。そして次がですね、田村学ぶトラックの4番手、4番タイトルホルダーのお話です。はい、はい、まあ、これはね、まあ、インターレースですか、まあ、間違いなくこの馬の短期逃げという形で、うん、まあ、いい枠も引きましたん で、はい、で、まあ、最後のレースなんでね、あまり悔いは残したくないというか、中途半端なことはしたくないでしょうから、うん、まあ、そんなに抑えた逃げにはならない、うん、しっかりとした、ラップを刻んで逃げるんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、そうなるとね、やっぱり鈴をつけてくるような、つけにくるような存在も見当たりませんのでね、うんうんうん、まあ、レースとしては、このままいい流れで運べると思います。で、ちょっとね、ここのところあまりらしさが、まあ、ここのところでも結構長い期間のここのところになっちゃいますけども、らしさが見られませんけど、この秋ですか、はい、復帰戦オールカマーは、ちょっとね、春の競争、不可解と言ってもいいような競争中止明けで、この有馬までを見据えた、ね、仕上げだったんで、まあ、それを考えたらね、そう悲観する内容じゃなかったというか、まあ、自力を改めて示してくれるところありますし、まあ、ジャパンカップはね、あの馬があんだけのペースで逃げてるんで、すごい速いペースに見えますけど、はい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 、この馬自身はもう前半 1000m60 秒ぐらいなんでね、むしろスローペース、直線はね、府中での瞬発力勝負という形になってしまいましたんで、タイトルホルダー自身にとってはあんまり得意な形ではなかったと、うんうん、それを考えればよく粘ってるというかね、はい、まあ、復調してきてるなっていう雰囲気がありますんで、うん、まあ、中間の追い切り状況の気配なんかもね、王子の迫力ってものは薄れてるんですけど、はい、それでも体のキレというかね、動き自体はね、なんかちょっとずつ良くなってきてるなっていうのがありますんで、で、まあ、なんとなくこうね、ちょっとその全盛期より落ちてるっていうふうに思われて迎える引退レースですけども、うんうんうん、いやいや、そんなことないぞっていうレースを見せてくれるんじゃないかなと思います。なんで、本当はね、黒三角以内に迷ったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとね、まあ、それは本当に今回混戦なんで、はいはい、4番手に落ち着いたってだけなんですけど、これは本当に逃げ切ってしまってもおかしくないというか、うんうんうん、そういうシーンも十分あるんじゃないかなと思ってます、はい、そして藤原タラック版は3番手
黒ですね、これが、はい、そうですね、本当枠順昨日は木曜日ですか決まって、もう1回ちょっとこれダメだなと思って予想を組み立てたんですけ ど、で1回私、ね、過去 のこの有馬県の傾向にちょっとヒントを求めてみました。まず2016年以降連帯した14頭中13頭にはちょっと雑なんですけど、中山阪神芝の G1 で2着以内か G2 勝ちという実績があったと、うんうんうん、で中山阪神の中長距離って、まあ、直線に急坂があるんですが、それを2回超えるっていう共通点がありますし、はい、うんうん、またこうグランプリが行われる阪神芝 2200m、まあ、皆さんご存知だと思いますけどね、阪神中山芝 2500m はともに内回りということで、うん、最後は短い直線、はい、ここで足を使い切ることが重要ということで相関性がまあ高いんですよね。でまあやはりタイトルホルダーって阪神で G13 勝、うん、中山では日経賞2勝、皐月賞2着っていう保証もあります、うん、舞台適性は本当に高いんですよね。でやっぱり田村さんもおっしゃったようにアクシデントがあったその天皇賞春の後、うん、ね、そして下馬入りもおそらく控えていたところを考えたところで、うん、オールカバーからどうやって立ち上げていくかってすごく難しかった、調整の仕方って難しかったと思うんですが、その中で順調に来て調子どんどん上げてきていると思うんですよね、うん、3戦目になりますが、まあ、追い切り本当にこう走る気持ちはね、うん、迫力は少し薄れたとしても気持ちは本当に前向きさっていうのが感じられて、はい、うん、好感持てましたし好悪も引けました、うん、はい、なんでやることもね定まっているっていう強みもありますんで、うん、僕もやっぱ悔いのないレースを最後本当に相性に中山コースでしてほしいなというところで、うん、楽に行かせてしまったらねっていうところがありますんでね、うん、はい、まあでも人気的にもいいところだと思うので、はい、うん、はい、このまま一発あっていいんじゃないかなというところの黒三角ですね。はい、はい、ではいいか、ちょっとピッチ上げていきましょうか。続きまして10番ジャスティンパレスは×のヒットが田村学トラックマンですね。はい、まあこれはね、まあ、昨年はこのレース7着だったんですけども、はい、ちょっとね、うちでね荒れた馬場の荒れたところを通らされて伸びを変えたってレースだったんですけど、この馬本当若い頃はね細身でね、まだまだ華奢、本当ね、そういう華奢なっていうパワーがつききってないなっていうイメージだったんですけど、はいはいはい、まあ、その頃に比べると体はねパンプアップしてね、うん、身が入ってかなりたくましくなってるんで、今だったらね、こなせるというか、うん、こういう馬場も大丈夫、本来は高速だ、ただ本来は高速馬場、はい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 、綺麗な馬場で切れ味を生かすタイプだと思ってますんで、うんうん、まあ、そのあたりですかね。あとは、まあ、天皇賞すごい足使いましたけど、うん、はいはい、やっぱりあれは、まあ、ちょっと展開も向いたのもありますし、先ほども言った通り得意な高速馬場というかね、切れ味の生きる馬場だったっていうのもありますし、まあ、やっぱそういう意味も踏まえて、まあ、いろんな複合的な要素で、はい、まあ、評価を下げたって言い方になるとおかしいんですけども、順番が、この位置になったなっていう感じです。はい、で×の2番手が藤原さんですね、これ。はい、まあ、天皇賞秋って、まあ、1分55秒2っていうレコードで、僕ね、ダメージあったと思うんですよ、まあ、ね、その後イクイノックスこそジャパンカップ完勝いたしましたけれどもね、あのレースその3着以下に入ったまで、その後ね馬券絡んだの多分香港の引きしぐわすぐらいじゃないかなというところで、やっぱダメージあったんじゃないかなっていうところで、はい、それだけにこうゆとりを持ってジャパンカップを挟まずにここへ向かってきたっていうところは、うん、いいポイントかなっていうところ でディープインパクト3区ってこう有馬記念で連帯したのって牝馬の3歳なんですよね、はいはい、実はで4歳以上でもし勝ち負け体感ってなりますと、またお父さんの印象が変わるということで、はい、晩年の傑作の可能性もこれは、はい、否定はできないっていうところもありますしね、うん、はい、まあ、そうですね、横山武史ジョッキーはもちろんソーローリエンスなんかのことも知ってますしね、うん、なかなか ね、負けられないところもあるんじゃないかなとかいろいろ考えて、はい、まあ、ちょっと私も印下の方になってしまいましたがね、はい、まあ、評価を落としたというか、まあ、ちょっとこう並び順でこうなってるだけでもちろんチャンスがある馬という認識です、うん、はい、大外になってしまいました。16番のスターゾーンアスが×の2番手、田村学ぶトラックマンですね、はい、まあ、これはもう最大外になってしまいましたっていう、うん、言葉に尽きるところがあるんですけど、なかなか昨日の抽選会も面白いシーンがありましたけども、まあ本当ね、本来最初の予想を組み立てる段階では大高評価だったんですよ、うんうん、スルーセブンシーズンのスターズオンアースっていう、はいはいはい、このね関東の牝馬でね、はいはい、って思ってたんですけど、やっぱりあまり昨日の大外枠っていうのは嬉しくはないですよね。で、今回はやっぱり予想を組み立てる最初の段階フレッシュさっていう話しましたけど、ジャパンカップを使った組っていうのはある程度
最初に割り引いてって、うんうんうん、それ以外をそれより上に取るっていうスタンスで始めてたんで、まあ、そんな中でも、まあ、やっぱり能力的にね、イクイリバティに続いて、うんうんうん、しかも純粋さを欠いた前走であれだけのパフォーマンスをした馬なんで、はいはい、まあ、能力自力自体が底力っていうんですかね、うん、が上なんでね、それも踏まえて対抗までは考えてたんですけど、うん、まあ、そう考える大外枠を引いた段階で、これは素直に、本命は何どんな枠でも本命って決めてたんですけど、うんうんうん、その下はちょっと柔軟に、はいはいはい、なるほど、対抗の予定でしたが、大外枠引いちゃったんだったら、うん、まあ、ジャパンカップの反動もあるでしょうし、うん、まあ、上積みもあるでしょうし、あるけど、まあ、反動がある可能性って否定できないんで、じゃあちょっと落とそうかなっていう、うんうんうん、そんな感じで落とした印です、これは。はい。で、藤原さんが4番手ですね、スタートを回す。まあ、確かにね、大外枠なんですけど、この馬のイメージってこう、変わってきて、前は結構ゆっくりスタートして、刺してくるってイメージだったのが、うんうんうん、ビクトリアマイル、ジャパンカップって結構出足がね、よくって、ジャパンカップなんかもこう外枠のロスを、本来なら、1コーナー入るところロスになるはずを、帳消しにする先行策で流れに乗りましたし、うんうん、はいはい、今回はルメール騎士が乗るということで、ドゥレッツァでね、菊花賞では、大外枠の不利をね、果敢に先行させて、1回、ラチ沿い取って、控えて抜け出すっていうね、まあ、本当にあの名人芸といいますか、うんうん、技ありの騎乗を見せましたんで、今のこのスターズ・オン・ワースでルメールジョッキーが乗りますとね、ある程度ロスを抑えて、うん、運べるんじゃなかろうかというところで、その分も期待を込めまして、まあ、本当はもうちょっと上の印考えたんですけど、確かに枠はね割り引きなんですけれども、うん、もうこれ以上は落とせないかなというところの4番手にしました、うん、でここからはですね、お二人の中で、まあ、1人しか印つけてないというところになるんですけども、田村学とロックマン最後の5番ドーデュースが最後の印ということになります。はい、はい、まあ、これは何て言うんですかね、そこまで気がある感じではないんですけども、うんうんうん、ちょっと追い切りがねやっぱりいまいちって感じもありましたし、はいはいはい、もう一個何を印つけようかなと思った時に、まあね、武豊ジョッキーも戻ってきましたし、うん、前走いいところ見せましたんでね、はい、抑えというか、そうなんです、そういう感じで、はい、正直馬券的にはね、あまり積極的に買おうとはと思ってません、ね、はい、そして、最後の印にですね、藤原トラックマンは8番のライラックにつけております。まあ、忘れちゃいけない昨年の阪神の、はい、上杯の2着馬ですね、はいはいはい、到着でしたかね、まあ、当時の勝ち馬ジェラルディーナは有馬記念、その後有馬記念3着に好走と、はいはい、前走が、まあ、京都でしたけれどもね、復調を感じる伸び足で、まあ、展開に左右されますが、反浪でしたか、最終追い切りね、うん、まあ、タイムだけではなくて躍動感あふれる動きに見えたんですよね、うん、あ、良くなってきてるんだろうなっていうところで、今回まあホームといえる、うん、関東圏のこの中山競馬場で変わりましてね、まあ、展開のには必要ですけれどもね、うん、ちょっとこう馬券圏内もね、あるんじゃないかということで、まあ、ちょっと展開のは鍵になりますけれども、はい、具合の良さも含めてというところで、はい、こちら印最後打ちました。はい、ありがとうございます。ちなみに1周前大きく抜群でした。これはね、なってね、関東馬でも総じて田村さんいいですかね、うん、なんかね本当に元気だなっていう風に、せっかくでちょっとお話をね伺いたいのは、はい、まあ、鳳凰絵水ですね、まず関東馬、はい、これはね本当にね、今本当にこんなに強くなったんだなっていう、はいはいはい、まあ、元々個人的にも好きな馬でね、はいはいはい、よく押してましたもんね、よく押してた番組で、ね、そうなんですよ、途中からねまくっていくというか上がっていくスタイルが、うんうんうん、好きでね、でただちょっとローカル専用機って感じがあったんですけども、はいはいはい、さあ本当に力をつけたなって感じがありますんで、出来に関しては本当に今ね、絶好調と言ってもいいぐらいの出来にあると思います。で有馬記念、はい、大舞台に進んできました、うん、でただ出るだけっていうつもりはないでしょうから、うんうんうん、これはね本来の自分の競馬、うん、田辺ジョッキーも途中から動いていくっていう作戦を取ってくれると、で取ってくんなきゃ僕も困るなっていうそういう期待が出てきて、途中が本当なんかね対立固まった動かないっていうんじゃちょっと困っちゃうんで、はいはいはい、この馬がね動くことでよって、まあ、あとはマーカントジョッキーなんかディープボンドなんかもね早めに早めにっていう、そういう動きのあるレースっていうのを期待してるんでね、なるほど、今の出来で参加するんだったらね、ちょっと色気持って動いてくれるんじゃないかなという思って、個人的にポイントになる存在の馬だと思ってます。はい、そしてもう一度お伺いたいのはウィンマリリンですね。この馬本当ね、いい意味で安定してると言ったらおかしいですけどね、まあ、いつ見てもちょっと太ポテッと映る体型ではあるんですけども、それはやはりボリューム感につながってますし、迫力もありますし、今週の追い切りはね珍しく、単走でしたけどね、この馬にしては動いたなっていう感じがあります。
まあ、ただね、正直あの有馬記念で勝ち負けするまでの力が今あるかって言ったらちょっと疑問というかね、馬券的にはどうなのかなと思いますけど、まあ、本当ここの年まで元気に走ってますしね、はい、状態は安定してると思ってます。そして最後にですね、まあ、関西馬ではあるんですけれども、中山競馬場で調整されてますシャフリヤールのちょっとお話ですね。これ現地で中山競馬場で弊社の唐島勇気トラックマンがですね、実際に見てきてますので、ちょっとその唐島トラックマンの報告をここで申し上げたいと思います。走り出前はですね、テンションが高かったんですけれども、いざですね、競馬に入ると折り合いがついて、反応も良かったと。いうことです。雰囲気も良、ね、かったということなんで、まあ、香港ねちょっとまあアクシデントというか、まあ、無念のねちょっと出走できずという形になりましたけれども、そういったね割引なんかは感じなくていいんじゃないでしょうかという、まあ、現地で中山競馬場で見てきた唐島トラックマンがそういうふうに話してますので、ね、このまま力ありますんで、しかもいい役引きましたんでね、ちょっと怖い馬だなという気はいたします。はい、で長々とちょっとお話ししてきましたけれども、注目のですね馬券の買い方を聞いてみたいと思います。 CM などでお願いいたします。ホープフル SO は冊子での発行がない代わり電子書籍を無料配信します。紙にプリントできる競馬ブックプリントも発売。はい、というわけで CM 開けました。田村学ぶトラックマン馬券の方はどう買いましょうか。まあ、せっかくという言い方がまあ妥当かどうか分かりませんけど、はいはい、外枠を引いて少し人気を落とすでしょうか、ね、はいはい、単勝で勝負と、はい、あとは、対抗にしたソウルオリエンスとのワイド1点、うん、ワイド1点、はい、単勝とワイド1点、単勝とワイドっていうのはね意外と好きな馬券の組み合わせなんですけど、あ、そうですか、単勝で勝てば、はい、大儲け、ワイドで、保険みたいな、はいはいはい、そういう結構おすすめな買い方、副賞ではなくてワイド1点、単勝と生まれんでもなくて単勝とワイドっていう買い方、ね、なるほど、結構好きなんです、まあ、今回もね、それで勝負したいと思います、ね、先ほど言いましたけど総量レースもねちょっと不利の枠を引いて単勝をぶち当てたトラックマンですので、ちょっとこれは注目かなという気がいたします。はい、そして藤原トラックマンどう買いましょう。はい、はい、またスティエーラ本命なんですが、バックもちょっと外目になってしまった、はい、ところ、本当は単勝で僕もズドンと言いたいんですけれども、はい、ここはマレンで、はい、はい、印、各馬へ流しまして、あと3連複の一等軸ですね、はい、タスティエラで。ちょっとあの人気になる馬も、もう冒険して、ね、ドーデュースなんかも無印に私はしたりとかしたのでね、はい、はい、もうし、印も絞って、なんとか絞って、これだけ絞りましたんで、これを3連複、一等軸で相手6、6等で5、15点かな、うん、ちょっと買い目多いんですけれども、はい、こちらで的中を狙いたいと思います。そんなにいいんですか。いいです気づきいいですけれどはい、うちのトラックの買い目は、タスティーラからのウマレンと3連複というお話でございました。そして先月ながら私も簡単に予想の方を発表させていただきます。本命私も藤原さんと一緒で、13番のタスティーラでございます。で対抗が1番のソウルオリエンス、3番手が15番のスルーセブンシーズ、4番手が16番のスターズオンアース、以下ですね、ドーデュース、ジャスティン・パレスという印を打っております。ちょっとデータ的な側面を言いますとですね、菊花賞から有馬記念に来た馬っていうのがですね、86年以降ですね、勝った馬がね、有馬記念連勝っていうケースは結構多いんですけれども、2着3着ってなるとあんまりなくてですね、ですね、86年以降だと2着で勝ったというのはですね、86年のダイナガリバーしかいないんですね、うんうん、で逆に菊花賞3着から有馬記念勝った馬というのは実はいませんで、という観点からいきますと、まあ、先ほどねタスティエラとシャフソウルレース、まあ、互角という話ありましたけれども、データ上で上位に取るのはタスティエラの方かなというふうに思っております。まあさね、負けましたけど皐月賞もねいい競馬しましたし、まあ、中山向きの競馬かなというふうに思いますので、うん、タスティエラ本命で行かせてください。馬券の方はですね、そのダイナガリバーと習ってですね、3連単1着固定で印のところに流したいなというふうに思います。でですね、ちょっとごめんなさい、ここからはですね、私の単なる馬券バカの話と思ってざれ言を聞いていただきたいんですけど、あのスターズオンアース大外っていうのが一つトピックだと思うんですけれども、うん、86年以降大外の馬が勝った例というのはですね1例しかございません。03年のシンボリクリセスが勝っております。そして連帯はですね、08年のアドマイヤモナクが2着というのがあるんですけれども、これはね両方ともでもフルゲートじゃないんですよ、うん、シンボリクリセスは12番枠、アドマイヤモナクは14番だったんですね。で16番のフルゲートに関しては00022ということで、まあ連帯どころか3着以内もないんですよ。やはりじゃあスターズオンアース厳しいじゃないかという話をされるかも思えないんですけれども、ちょっと待ってくださいと、スターズオンアースファンの皆さんお待たせしました、これ買うところがあるんです。
実はですね、スターズオンアースってジャパンカップ3着でしょ。これね、秋初戦をジャパンカップで走った馬が3着に入ったっていうのは、うん、これ86年以降初めてだったんです。おー、24頭の日本馬がジャパンカップ秋初戦走って3着に入った馬って過去に1回もいなかったんですよ。つまり強力な消しデータだったんですよ、スターズオンアースにとっては。それを克服してスターズオンアースは3着に入ったんです。まあ、つまりこの馬のデビュー以来3着外したことないんですけども、うん、とんでもない3着以内率なんですよ。つまりもうちょっと桁が違う、うん、86年以降でそんなもん一頭もいなかったのに、そのデータを覆したのがスターズオンアースということは、今回の有馬記念もひょっとしたら覆すんじゃなかろうかということで、単なるまあ馬券バカの話としてちょっと買ってみたいのは、スターズオンアースからの生まれんとワイド総流し、あーいいね、人気を落とすようになる、うん、というのをちょっとあくまでもこれ予想という観点じゃなくて、単なるあの馬券好きというかデータ的観点からちょっとあの上げさせていただく馬券と、3着以内に入れば当てて有馬記念締めくれますので、ね、そうですね、というわけでもちょっとスターズオンアースね、必ずしもあの克服できない材料がないわけではないよというのを今お伝えしました。はい、というわけで、なかなかとちょっと有馬記念の展望をしてきました。で、有馬記念が終わりますとですね、まあ、泣きの1回ではないんですけれども、ホープフルステークスが28日にございます。で、そのホープフルステークスも含めましてですね、競馬ブック勝ち馬研究ニュースを、どうぞねご活用ください。そして、まあ、競馬に勝ってくださいというふうに締めたいと思います。今回の動画は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。